みんな満面みなのだ、エルザなのだ。今回は塗りとキルの割合は2、8がいいについて解説をしていくのだ。塗りとキルのバランスって難しいと思うのだ。特に塗り合いとなった時、トラストは不利だからバランスは意識したいのだ。でも弓の僕が塗らないと味方に来てくれない時とかもあるから、利用しないと不安になるという時もあるのだ。今回はそんな時に塗りとキルのバランスをどうするのが理想なのかをガチエリアで説明していくのだ。チェックサイドまで見てくれなのだ。塗りはどうしても限界がある。まず覚えておきたいのは、塗りの対応には限界があるということなのだ。特にトラストの場合塗りはできるけど、シューターや敵の塗り人数にはどうしても塗りで勝つことができないのだ。もちろん塗っておけばカウントが進んだりノックアウト寸前ならありではあるんだけど、塗り合いになると厳しいところがあるのだ。その点を考えると、塗りの行動でトラストのいい部分を消すよりかは攻撃に徹した方がかえって良くなるという話なのだ。まあ味方が塗らないと塗りをしないといけないんじゃないかと思うけど、ある程度はキルの加減も大事ということなのだ。相手の塗り効率を下げるのが大事。塗りで勝てないなら攻撃をするのが大事と言ったけど、攻撃によって起きる恩恵はキル以外にもあるのだ。それは攻撃をすることによって相手の行動を制限して塗り効率を下げるという方法なのだ。まず塗りの行動というのは、敵がよっぽど見えていない限りは隙ができる行動なのだ。エリアばかり見て塗りに集中していると敵に攻撃されるのはそのためなのだ。慎重に塗り行動してるはずなのにやられてしまうのだ。これは塗り行動による体を晒す状況をずっと作ってしまっているからなのだ。この時のことを思い出してほしいのだけど、塗り行動をしている時に敵の攻撃を受けるとエリアの管理は難しいと思うのだ。なかなかエリアを確保することが難しいと思うのだ。しかも塗りを味方が手伝ってくれないとイライラしてくるのだ。今回は自分が塗りをする視点で話しているけど、攻撃を受けることによって塗りの効率が下がっているのがよくわかると思うのだ。攻撃は最大の防御って言うけど、こういった攻撃によって塗りの妨害ができるのは実はかなりのメリットなのだ。場合によっては塗りよりも攻撃していた方が塗り効率が良くなることもあるのだ。これを図にして分かりやすく話していくのだ。塗り合いを図にするとこんな感じになるのだ。以前も話したのだ。イカちゃんを中心に塗りが行われるんだけど、チームの塗りとしてはこんな感じになるのだ。ここに敵の攻撃が来ると、倒せない限りは射程有利なチームが押し込む形になるのだ。だから味方はデスしてなくてもちょっとずつ後ろに下がって塗り効率が落ちるのだ。意外と攻撃は大事なのだ。プレイしている時は気づきにくいけど、図にしてみると効率の低下は分かりやすいのだ。キルの恩恵がでかい。攻撃をすることのメリットは伝わったかなと思うけど、キルが取れるとチームとしての恩恵もたくさんあるのだ。塗り効率が大幅に低下。単純に攻撃に徹した時なんだけど、キルができると相手の人数が減るから塗りの効率が上がるのだ。特に前衛の塗りが強い武器を倒すと相手チームの塗り効率は落ちるから、エリアの確保が容易になってくるのだ。同じ人数で塗りが厳しいなら相手の効率を分かりやすく下げようという話なのだ。塗り合いをしてて難しい時はキルも積極的に狙って相手の効率を下げるのだ。スペ封じによる効率低下。何機に大きいのがスペによる効率低下なのだ。これは試合状況を相手に好転させないためにはとても大事なことなのだ。エリアに関しては取り合いの時間が長くなるとお互いにスペシャルゲージが溜まっていってしまうのだ。こうなってしまうと、キルが強いスペシャルを持っているチームの方がどうしてもその場で勝ってしまうのだ。ウルトラショットとかナイス玉とかサメライドとかトリプルトルネードとか、ほんと卑怯なのだ。キルが取れなくて塗り合いの末にスペシャルで返されるということがよくあるのは、この塗り合いの時間が長すぎるためなのだ。
だからこそスペシャルを封じるためにこのデスキルを取って相手の破壊損失を奪うのはかえって効率がいいと言えるのだ。3、エリアより奥に出れる確率アップ。キルによる恩恵としてはこれも大事なのだ。エリアよりも前に出るきっかけが作れるのがとてもいいことなのだ。前に出るってリスキーな動きではあるんだけど、からするとエリアに一切関与することができないから結構普通なのだ。あとは奥に進むにはどうしても敵を一人以上は倒しておかないと味方も出づらいから、キルを取ることによってきっかけを作れるのだ。こうなってくると敵は塗り管理よりも敵への対応で追われるから焦って突っ込んできやすくなるのだ。こういった相手を前に出て抑え込む機会が作れるから、積極的にキルを取ってこの流れにしていきたいのだ。キルの恩恵として3つの話をしたけど、キルを取るのは難しいけど取ってしまえば恩恵が大きいのがわかるのだ。塗りをすると相手の塗りと重なって相殺されてしまうけど、キルは強制的に減らすことができるから大事なのがわかるのだ。塗りをしないわけではない。最後にキルは大事と話してきたけど、塗りをしないわけではないことは抑えておくのだ。これは武器に関わらずよくあることなのだ。キルを取って前に出て押し込むというのが理想の流れではあるけど、ここで塗りをおろそかにしていると後で痛い目を見るのだ。まず前に出るにしてもエリアの確保とエリア付近の塗りをしないと相手からしたらまだ攻めやすい状況となるのだ。しかも足場が悪い状態で敵が出てくるから、対面において脅威を感じにくく倒しやすい場合があるのだ。この流れで一人潰してしまえばエリア付近はエリアの確保をしやすく、かつ足場も整っている状態で対応ができるのだ。こういった状況を相手に与えてしまうと、せっかくキルを取っても無駄になるから最低限のエリア周りの確保はしておくのだ。ということで、ご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで、バイバイなのだ。